はい。えロイス DS 人文学オープンデータ共同利用センター、略称 CODH のセンター長の北本浅信と申します。えと、ー、今日は、えー、CODH の成果報告を、えー、皆さんと、えーと、報告したいと思います。はい。えー、と、ロイス DS、CODH ですけれども、えー、と、まあ、大きなテーマとして、データ駆動型人文学と人文学ビッグデータという二つのテーマを掲げています。データ駆動型人文学といいますのは、 情報学ですとか統計学の最新技術を用いて事務学資料を分析するというような研究です。まあ、これはあの情報学統計学の技術を事務学の研究の変化に生かすということです。一方で人文学ビンクデータといいますのは人文学研究でいろいろできてきたデータセットというのを他の分野に活用するというような研究です。まあ、このようにですね人文学と情報学、まあ、その他の学問をつないでいくことで オープンサイエンス時代の新しい人文学研究を展開していくというのが、こちらのセンターの目標となります。でまあ、その背景にあるのが、このデジタル人文学、デジタルヒューマニティーズと、あとまあ人文学 DX、人文学のデジタル変革ということが最近よく言われています。まあ、これは人文学研究というのは、デジタル技術をまあ取り入れるのがまあ遅れているわけですけれども、まあ、そういうところに導入することで、 事務学の新しい研究方法を作り出して、まあ新しい知識を得ることという大きな流れがあります。まあこれはもちろん事務学研究においても、まあいよいよデジタル環境が普及してきたということで、デジタルデータを使った研究が不可欠であるという意識がようやく浸透してきたというのがあります。まあそれと並んでですね、人工知能 AI が発展していくことで、まあ機械による支援と機械人間と機械の分業協力が 研究方法の変革を後押しするんじゃないかという期待も、事務学の方で高まっています。まあ、そこで大事なのが、この共同研究、チームの文化ということで、まあ、人文学では伝統的に一人だけで研究する、まあ、ワンオペの状況が多かったんですけれども、まあ、こういったデジタル技術を取り入れるということで、まあ、いろんなスキルを持つような、いろんな知識を持つような人が、共同して、共同研究を行うということが必要になってきます。まあ、そういったところの、こう、えー、いい例を、 まあまあ、見せるというところも、このセンターの大きな役割というふうに考えています。えー、とデータ駆動型人文学ということで、まあ、いろんな研究をやっています。えー、例えば日本文学では、崩しーのデータセットを作ったり、崩しい認識、崩しい生成といった、えー、こう新しいアプリケーションを作る、あるいは、まあ、IIF II という、えー、画像共有の、えー、技術を使って、まあ、キュレーションですとか、オープンソースの新しいソフトウェアを作る。 あるいは歴史ビッグデータということで、過去のデータを機械化毒データにするというようなことをやっています。今日は、こういったテーマからいくつかをご紹介したいと思います。まず、歴史ビッグデータです。こちらは歴史ビッグデータのコンセプトを表した図ですけれども、過去の世界というのはですね、これ歴史的資料、いろんな書も ですとか記録等に書かれています、まあ、そういったところに書かれているデータというのを取り出して、過去の世界を統合解析するような仕組みを作ろうというようなものですで。過去の記録として、例えば自然科学的データの気候ですとか地震ですとか、噴火疫病、そういった情報もありますし、また人文社会的データとして、経済、人口性、自分化、こういった記録情報が記録されています。これをこう構造化、データ構造化することによって、機械家族データを作ると。 この機械化学データを作ることで、現代のビッグデータ技術を使って過去の世界を統合解析できる。まあ、これを、えー、と大きな目標として、えー、いくつか取り組んでいます。まあ、例えばですね、ここで、えー、と重要になるのが、えーと、場所ですね、位置情報ですで。過去の記録において、位置情報というのは、地名という形で記録されています。でこういった地名というのは、まあ、今の地名とは違いますので、これ歴史地名という形で、 データを整,理整備しなければいけないということで、えーとまあ、昨年、ですねこの平凡社のと共同しまして、この日本歴史名体系という、ええー、こう,う地名辞書のデータを一部をー化しました。これ、日本歴史名体系のここにありますように、50巻51冊のこの非常に、えー、ボリュームのある、えー、地名辞典で、えー、1979年から2004年まで25年かけて出版された、えー、地名辞典です。 でこれの、えー、と情報をです、ね、オープンデータ化、機械家族データにして、オープンデータ化するとともに、まあ、位置情報なんかの価値を加えて、オープンデータ化しました。まあ、これはある意味、出版社のオープンクローズ戦略の一つの事例として、非常に話題を集めたものです。でこういった、えー、とデータを使うと、例えば過去の地名として、このようにです、ね、日本全国を覆うように、8万件以上の地名というのがあります。でこれでで、えー、江戸時代の村の村名前ですとか全部 全国的に分かりますので、まあ、これを使って歴史データをひもづけることで、まあ、過去のどこで何があったっていう、どこでっていうところが分かりやすくなるというようなメリットがあります。えー、次に、つくしプロジェクト、大規模言語モデル関係のプロジェクトをご紹介します。えーとまあ、先ほどから、えーとまあ、いろんなところで、この LLM の大規模言語モデルの話が出ています。まあ、これがあの影響を与えるとているというところですけれども、 まあ日本語対応に課題があるというふうにも言われています。まあ、その一つの原因というのは学習データに含まれる日本語テキストが少ないというのが一因です。で我々はこの AI 崩し字 OCR、l ルルリというのを開発しています。ですからこれを使ってですね、江戸時代以前の崩し資料のテキスト化を推進して、えー、歴史的日本語テキストデータセットというのをまあ作ることで、えー、とまあこれをいろんな LLM 例例に学習してもらうことで、 例えば、日本語での性能が上がる、あるいはさらに古文に関するいろんなタスクができるといったようになることを期待しています。また、その成果を、えーとまあ、アプリ経由で国文学研究にどうやって活用するかというところも大きな目的だと考えています。まあ、そのためにですね、こういったあの市場 CR を使ってこのテキストデータを今作っているところです。えーとまあ、手元にある60万枚程度の画像を まあこのように OCR をかけたところ、2.2億文字程度のテキストが得られました。まあ、データセットとしては700メガバイト程度で、まあ、それほど大きくはないんですけれども、まあ、こういったこう新しいテキストというのを生成することができます。まあ、これ、文字認識の精度というのは、今後の検証の課題となっています。まあ、あとは例えば、こうやって国文学研究にどうやって LLM を使うかというようなアプリケーションの検討もしています。例えば、本を読んでいるときに、この本に対して、 何か質問できるかと、例えばこの本の現代文を翻訳してくださいとかですね、英語を翻訳してくださいというような、こういう本を閲覧しながら LLM を活用するというような、こういうアプリの検討も始めているところです。まあ、来年度以降ですね、こういった分野では、非常に大きな動きがあります。例えば情報学分野では、NII で大規模言語モデル研究開発センターがスタートします。でここでに関する研究が 本格的に展開すすると、えー、期待されています一方、国文学分野でも、ですね国文学研究資料館を中心に、10年計画のデータ駆動による課題解決型人文学の創生という大型事業がスタートします。まあ、こういうことで、ですね女上、まあ、学分野でも国文学分野でも非常に大きなプロジェクトがスタートするということで、まあ、こういったところでですね国文学と LLM を組み合わせた現代翻訳です,です、ね、そういったところの研究が進めていきたいというふうに考えています。 はい。えっ、ー、と、このメモリーグラフというのは、古写真に関するプロジェクトです。まあ、これは、あの、後でポスター発表がありますので、えー、ぜひ、えー、お越しください。えー、先ほどは、あの、つくしプロジェクトではテキストの話でしたけども、こういったビジュアルな資料っていうのも、このレキシビックデータの一部です。でこういった古写真っていうのが、まあ、読み解くときにですね、この古写真から、えー、この写真はどこで撮影されたのか、それは、えー、その後の景観がどのように変化しているか、いうようなことを、 調べるというのが1つのがつ重要なタスクですでそのためにはですね、同一視点で同一構図の写真を撮影して、昔こうだったものが今こうなっているっていうようなことから、いろんな町の成り立ち等を調べていくというようなことが行われています。まあ、そういったことを行えるアプリというのを開発しています。まあ、例えば、このような場所があった場このような写真があった場合に、 その場所に行って現代の写真を撮ると、まあ、この間でどのような景観変化があったかということをわ、えー、かります。で、これをみんなでアプリをインストールしていくと、まあ、いろんな人が、えー、といろんな観点から街の変化を調べることができるということで、まあ、これはあの京都の例ですけれども、まあ、アプリと街づくり、観光を組み合わせて、まあ、この京都の三条通りというところで、古、えー、写真がいくつか。 何枚もありまして、そういうとか今どうなっているのかというのをみんなで歩いていくということで、これはコミュニティアーカイブと呼ばれるものなんですけれども、資料を使って、現在と過去のギャップを埋めて、その歴史的環境の価値を認識するということをできるというのが、このアプリの特徴です、はい。次、歴史機構学のご紹介したいと思います。こちらもポスター発表2件ありますので、こちら、ご覧いただければと思います。 えーとまあ、歴史・気候学というのも、この、えー、歴史、えー、ビッグデータの一つの、えー、この天気ですとか、そういった一つの要素になっています。でこういった、えーとまあ、分野というのはです、ね、えーとまあ、歴史の研究者も必要ですし、こうやって天気・気候データについて解釈できる気候学者も必要ですし、まあ、いろんな分離、オーダーガンダとの共同研究が必要になってきますでこ。こちらでいくつかの課題を進めています。まあ、例えば まあ情報共有基盤ということで、えーとまあどこ、どの資料にどんな情報が書かれているかというような情報を共有するえー、歴史系というシステムですとか、まあ、あとは歴史的な天候データベースということで、えー、と過去に、えーとまあ、どの日に、どの場所がどんな天気だったかということを、まあ、調べたデータベースをえー作る、あるいは、えーとまあ、そういったことを、えー、といろんな仕組みを、トリプル F ですとかいろんな仕組みを使って共有するということをやっています。 こちらはあの、えー、とこん今回、ポスター発表する内容ですけれども、まあ、この過去の資料から取り出した記録っていうのを、そのまんま使うとです、ね、いろんなバイアスが入ってしまうので、それをです、ねえー、とどのように書かれているかっていう、まあ、そういう情報を入れて補正してあげると、えーとまあ、この記録をより正しく解釈できるというような研究です。まあ、それを使って、長期のお、えー、天気のデータを、時系列データを作っていく。 あるいは、えー、とこちらの方では、えーとまあ、天気記録、いろんな全国の天気記録に関して、まあ、主成分分析をすることによって、えーまあ、梅雨のパターンみたいな典型的パターンが、えー、出てきて、まあ、どうして、えー、この年に例外になったのかっていうようなことを、えー、よりあの全国的な広域で、えー、判断できるというようなことを分析しています。こちらもポスター発表をぜひご覧ください。でえー、とさらにです、ね、でこの歴史機構学とデータどうかということで、えーとまあ 最新の気候,、えー、気候学の研究を使って、えー、気候学のデータをさらに、えーとまあ、定量的に解釈するということができるようになります。まあ、こちらのポスト発表で、えー、ご覧ください。はいえーとまあ、データどうかというのは、ですね、えー、と基本的にこう、えー、気候モデルの中に、えー、と観測データを入れていって、えーとまあ、それによってより精度高く、えー、シミュレーションするというような技術です。でこちらにあの過去の天気、えー、記,記録があって、まあ、これを どうやって、えっと、シミュレーションモデルに入れていくかというところの、えの、え研究です。ま、それをすることによって、えっと、ま、データの、え精度が、ま、上がっていくというようなことが、え研究成果として得られています。えっと、例えば、ま、この、実際の、こう、現代において、えどのような、え結果になるかといか過去の歴史記録のシミュレーションをするようなことによって、えっと、ま、どのような、えっと、結果を得られるかってことを、 このように分析したりですね、あとはそういった過去の再解析データがありまして、そこに対して実際にこの天気記録を入れることで、精度が向上するというような結果が得られています。デジタルヒストリーの研究ということで、こちらは歴史学,歴史学に、まああの デジタル技術を入れていくという分野ですけれども、まあ、こちらの小川さんは、こな歴史マイクロナレッジということで、いろんなこう歴史データをリンクデータ、リンクデータとして紐付けて解釈できるようにするということを進めています。まあ、リンクデータについては、EBC レースでも紹介ありましたけど、基本的に同じ考え方ですけれども、まあ、その複雑な構造のデータとして、こっは歴史データというのも一つの大事なターゲットになります。でえー、とさらに、ひびこエデーターといって、 えーとまあ、この構造化する情報を入力できるエディターなんかを作ったりしています。でえーとまあ、また LLM を使ってこう西洋古典、古代史研究なんかをするってこともやっています。まあ、この、えーとそうですね、西洋古典文献とかラテン碑文ですとか、こういったものについても、まあ、LLM を使った研究が可能ということで、えー、とこういったことを進めています。まあ、最後に言語データアーカイブということで、えーとまああのー 言語データっていうのもですね、い、え、ろ、ー、んなこう世界にたくさんの言語がありまして、日本にも、えー、たくさんの言語があります。特にこう日本語だけではなくて、琉球ですね、琉球はこう島ごとに言語にはいろいろ違うということで、こういったところの言語データ外部を作って、まあ、この言語比較ですね、母音、うん、の数が違うとか、まああの、ボキャブラリーが違うとかですね、まあ、そういったところのデータ外部を作るということを進めています。 えとまあ、現在、このラジャープロジェクトというのを行っていまして、まあ、これはあのこういったあの日本の言、日流称号ですね、日本の言語のえーアーカイブを、特に文法的な観点からえ定量的にえーアーカイブしていくということで、えー、とまあ国語圏ですとか文化庁、沖縄県などがアーカイブを作っているものから、11編集、11の言語についてデータを入力して、さらに、 まあ CLLD という、まあこの分野で標準的なリンクデータ形式で、えー、公開するということを予定しています。ということで、えっ、ー、と、本日は、えー、こう、歴史ビッグデータ、つくしプロジェクト、大規模言語モデル、メモリグラフ、古写真、歴史機構学とデータうか、デジタルヒストリー、言語データアーカイブ、まあいろんなテーマについてご紹介しました。まあいずれも、この人文学に対して、まあ、デジタル技術をどうやって活用すると新しい研究ができるかというような観点から進めている研究です。 まあ、あの、ご興味ありましたら、ぜひ、この CODH のウェブサイトをご覧いただければと思います。はい、以上で終わります。